実はもともとはナターシャという人間だったという説があるんです。このウサギの口をね、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。スタジオこれやってる席俺見たことないんで、1回しかやってない。はい、都市伝説です。あ、都市伝説。今日はね、怖い系都市伝説をやるということで、その反応が怖くない。怖い都市伝説をやるということで、今日はね、はい、もういつもより声をね、めちゃめちゃ小さくしてね、喋っていこうかなと思いますけれど、撮影できないねこれね。今日はそういうわけでミッフィーの都市伝説をね、これでもなんでミッフィーは口が×なんだ。いや、そもそもこれは口なのか、はい、何だと思いますか、はい、皆さん。乱脚。なんだ乱脚って、お前六式のうちの四つ目に覚える技か、お前。なんで×かっていうと、大体の画家が、うさぎを描くときに、口をよく×にしてるんですよね。周りでもいたんじゃない、口を×にするやつ。してねえよ。あ、してない。俺やってた、それ。×。お前、画家だな、お前。で、それを、このミッフィー描くときに、その手法を取り入れた、じゃないか、みたいな。うん、まあ、そういう感じですよね。ただこれはあくまでも表向きの設定でございますと。裏の制作秘話っていうんですか、まあそれを喋ろうと思うんですけど、このミッフィーというのはね、実はもともとはナターシャという人間だったという説があるんです。ナターシャはもともと学校でもそんなあんま目立たないような子だったのよ。で、ちょっとおとなしめな感じというか、もう何をしても反抗しないから、よくいじめられっ子の標的とされていたんですよね。最初は陰口を叩かれるみたいな感じの内容だったんだけど、これがどん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 ヒートアップしていって、我慢の限界を迎えたナターシャは、学校で飼育係みたいな感じで、ウサギを育ててたんですよね。もうこの怒りどこに向ければいいんだ、みたいな感じで、もうホチキスを取り出して、このウサギの口をね、バツで閉じてしまったんです。で、それで、結局もうこんなことされちゃったから、もうどん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 ウサギも弱っていっちゃって、もう一週間後ぐらいにはもう衰弱してもうあの世に行ってしまったと。その日の夜に、ナターシャある夢を見るんですね。ほう。うん。そしたらその口を閉じられたそのウサギが夢に出てくるわけです。で、ナターシャに語りかけるわけですよ。どうしてこんなひどいことしたの？呪ってやる！で、覚めたら、なんとナターシャがそのウサギになっていたと。で、だからまあその今いるミッフィーっていうのは、悪いことをしてしまったら自分にも跳ね返ってくるよっていうことを子供たちに伝えるキャラクターなんではないかっていう設定ですよね。ミッフィーはもうナターシャや。ミッキーはナターシャです。ミッキーって言った。あ、間違えた、ミッフィーだ。最近は全然違うからね、お前さ。なんだ。で、これね、ミッフィー都市伝説もう一個ありまして、ミッフィーってね、最終回がないんですよね。でも、2014年の12月24日、ミッフィーの父っていうハンドルネームの人が、こうインターネットのその掲示板みたいなところに、こうミッフィーの最終回を出したんですよ。ミッフィーの最終回は今までないものとされてきたから、この話が結構注目されてるんですよ。で、これを今から喋ろうと思います。ある日ミッフィーとミッフィーのお父さんがお買い物に出かけましたと。その出かけてる最中にミッフィーは暴走した車に跳ねられてしまうんですよね。で、そっからすぐ病院に搬送されて手術とかまあいろいろするんだけど、結局1週間後には亡くなってしまうんです。で、もうミッフィーのお父さんはめちゃめちゃ後悔するわけですよね。あの時ミッフィーをシャドウ側に歩かせてたんですよ。だからミッフィーだけが犠牲者となってしまったという。ミッフィーのお父さん、そこでまあある夢を見ますと。ミッフィーが出てきます。で、ミッフィーこういうわけです。もう私のことはもう気にしないで。優しい、ね、そうそうそう、励ましの言葉をかけるわけですよ。で、これでよし、じゃあ心を入れ替えて、もうミッフィーもそう言ってくれてるから頑張っていきよーって終わりです。ああ、そうなんだ。で、まあ、これらの最終回に対して制作側は否定してないんですよね。そういう状況だから噂が一人歩くしていってどんどん盛り上がっていく。で、僕は思うんですけど、もう一つこの最終回意味があったんじゃないかなっていうのがあって、ウサギってさ、孤独になると亡くなってしまうってよく言うじゃないですか。だから、お父さんこのままじゃ寂しいだろうなっていう意味も込めて夢に出て励ましてくれたんじゃないかなって思うんだよね。それはちょっとミッフィーっぽい、ちょっとウサギ感あっていいでしょ。で、思い出してほしいんですけど、一つ目にした話って、ナターシャがひどいことをして、そのひどいことをした帰りとしてウサギとなってしまったわけじゃん、はい、で、二つ目の話がミッフィーが暴走車で突っ込まれて、ミッフィーだけがあの世に行ってしまったと。で、もしこの話つなげるとしたら、最初に悪いことをしてウサギになった、
で、さらにもう一つ不幸としてこの車にはねられてしまったことが重なるんじゃないかと、うん、これらをまとめると、うん、作者は悪いことをしたらそれがもう2つにもなって3つにもなって自分に返ってきてしまいますよっていうことを伝えたかったのではないかと。はあ、なるほど。で、さらに言うと、もともとこのミッフィーって息子に宛てて作られた絵本なわけ。あ、そうなの。ミッフィーの絵本ではミッフィーが常に正面を向いている。これは作者のこだわりで、心に傷を負った時目をそらすことなく前を見据えているミッフィーは強い励みとなると考えていた。真正面から子供たちの複雑な心を見据えたいという作者の強い気持ちがミッフィーの正面を常に向いている姿勢から読み取れるのである。もしかしたらこのミッフィーっていう絵本はこの愛する息子に宛てて作られた教訓としての意味を込められた物語なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。かかるのはその制作側が否定してないけどね。うん、そうなんだよね。あえて否定しないのか、それともほっといているのか。うん、いやーちょっと都市伝説だ。まあ、都市伝説チックですよね。いやーでも読みたくなったわ。こっちの絵本が一番好きな絵本が三匹の焼のガラガラドってやつなんだけど。え、それ。そう、めっちゃおもろいから。大気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 。お口ミッフィーで。あー。